はい、じゃあルインファクトリーオーシャンズやっていきましょう。本編進めるのはかなり久しぶりかなと思います。一回ちょっとそのダンジョンの中までに行くまでのやつを、録画してサブチャンネルの方にアップしようと思ったんだけど、かなりその何攻略までに時間がかかるので一個あげたけどやっぱりやめました。で、今水の神殿ですねまで来てまして、ちょっとボスに一回挑んでみようかなと思います。ここら辺でさ、ちょっとアイテム取れるんだけど、宝箱が多分毎回復活するのかな。だから意外と頑張ればアイテムを稼げる。一日一回だけどね。あー、ラグっている。焼きフグとか、ただここね挟まれちゃうとこんな感じでね大変なことになるんですよ。これ大変なことなんですよ。焼きフグが意外とね良かった気がするんだよな。あいつら消えるの待ってるから、まあ、今別に取り行く必要ないんだけど、よっよっ、くす、雫のペンダントが1000円ぐらいで売れるからさ、ちょっと今お金なくて自宅の拡張、家事とか料理とかのやつを今全部一番上のやつ買って、うわーこれ取れないんだ、買ってきたんでお金なくなっちゃって無駄にダメージ負ったなこれな。で、装備が現時点で作れる最高の装備にはなってんのかな。あ、まあ防具はちょっとまだ作れそうならあるんだけど、武器がね、あ、でもこの上がもうボスなんですけど、天舞かな、天舞、これが今自分が持ってるレシピの中で一番強い居合刀ですね。光属性の90やってます。で、モコモコの帽子、雫のペンダント、あれ雫のペンダントって今俺これ拾ったやつ装備してんのか、もしかして。で、ダイヤモンドブローチ、金の腕輪で、ちょっとルーンアビリティ買ってきました。かがり火か雪月か、ちょっとここら辺で新しい攻撃パターンを見ようかなと思って。で、レベルが28か、なのでどうかな、あんまりレベルもガンガン上がるわけじゃなくてさ、とりあえず一旦勝負をしてみようかなって思ってます。はい、いくぞ。えい、挑戦者か、なんか聞こえねえな、かかってくれたい、ありがとうございます。アルティメット、危ねえだ、そふんふんふん、スクワットポーズ攻撃、へっ、あー、ぴよってる、スタン攻撃があるのか、強い強い強い、びっくりした、腕立つしてる。ちょっとね、136か、微妙だな。相手にやっぱ攻撃終わりを狙わないとダメだね。これが危ねえ、攻撃食らっちゃうと下手するとそのまま持ってかれっかんな。じゃ、遠距離用にロットを作りたいんだけどさ、レシピがなくて、ここか、そしたらルーンアビリティをこれかがり火から鉄結果に変えてみて、月下、あ、でも再起動する、いいね。ちょっとこれバックステップするから、
で、回復早めにだな。このラグガンでね、そう、せっかく回復してもこれがあるから。で、雪月花メインでいいかもしれないな。くそ、ただ防御力上げててよかった。すごいさっきからジャンプしてると思うんですけど、これあれ妖怪ウォッチのせいで罰回避が体に染みついちゃってるので、あ、でも割とあるよな。いやー、これちょっと長丁場だな。お、殴ってた。腕立てはただなんかあれだよね。あ、なんか今相手腕細くなかった、気のせい、気のせいか。なんか相手ちょっと細くなってる、動くと細くなって、あ、なってるね、なってる。で、その都度その都度筋トレして戻してるんだな。じゃあマッチョな間の攻撃を気をつけて、くそ、足も細くなってるか。すごい、これあれ雪月花さ、キャンセルに使えるね。うん、いいね、キャンセルにバックステップで。あぶね。で、そろそろ来るでしょ。ただ、待って、見えねえ。これは今までの、これはいいんだけど、この後なんだよね。赤くなってから。危ねえ。3分の1ぐらいだったっけ。うん、いや、これでも攻撃通らないか。あとレベル上げるしかないんだよな、きっとな。危ねえな。こっからだよ、多分こっからパターンが変わるから。待って、 HP の減りが早いぞ。うえ、回復は間に合わない。あ、オッケーオッケー。待って、攻撃の隙がねえんだけど、マジ。ただ相手の消耗が早いから。くす。おお。いや、困ったな、これ近寄れねえ。俺の攻撃に耐えられるか。なんか言ってたでしょ、俺のなんちゅうのドゥン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 つってたでしょ。見えない見えない、リング邪魔。かかり火の方がいいかな。一発で食らうから。
武器しまってから回復するのはちょっとね。そしたら、ムービリティ変えるか。下がり火でちょっとずつ離れながら攻撃していく。ただ、かがり火も、あ、待って。赤くなくなったっしょ。あ、そんなことなかった。待って、ダメだ。今のあの、シャドウも、ある程度やったら、やるっぽいから、俺の攻撃に耐えられるかなって、ね、この後にシャドウするね。これちょっとずつ地道に削っていくしかないな。くそ、もう適当に動きまくってどうにかするしかねえ。耐えられるかな。パンチ、蹴り、これやってくれた方が助かるわ。パンチ、蹴りで、シャドウ。危ね、当たらなかったな。怖えよ。ボイス、バインドボイス。蹴り。パンチ、蹴り。せず、ルーンアビリティ持ってきたのは正解だったな。買ってきてよかったわ。ちょっと。だからといって無理やり行かないで、パターンをもう同じことを繰り返すだけ。ここでめんどくさがって突っ込むとパン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 みたいな即死ポイントになって、それこそひるみだね。ひとひねりだぜ。ひるみを絶対食らって死ぬ可能性全然あるから、これをもう待つ。やばいやばい。ただこれは即回復できるから、これちょっとあれだな。なんだっけ、きらめき、なんだっけ、木を栽培してるとその隣になるんですよ、ルーンの結晶が。やるね、今の攻撃パターンの後もやるね。これもやるね。2回、おお、待て、危ねえ、助かった。やったー、終わった。うキックボクシングみたいな感じだったね。強かったー。え、立ち上がった。何倒しちゃった。何やるしかないのか。総計になってる。総計の方がいいかな。おい、お前ゴブリン隊長。おい、
まあ、またお前か。ここは俺様たちに任せ、お前先に行け。どうした？お前何言って？これあいつの壁の男の罠だ。このモンスターでお前を足止めして、その間に砲撃をやるつもりだ。行け早く。なんか急に仲間になったぞ。すんなり通してくれたんだな。隊長逃げんじゃね？行く？行った。ゴブリン隊長いいやつだったぜ。やら亀の男、双剣の方が威力出るかな。意外に早かった。そうだな、場合によってちょっと双剣にする可能、双剣もちょっと考えなきゃ。もう割られてんじゃん。しかしこの通り、すでに3つ目の封印は解いた。あ、封印を解いたんだ。ネイティブジャイアントの復活まであと少しだ。イケボだったな、意外と。ネイティブジャイアント、お、倒したの、もしかして。たださ、これこ終わった後にさ、そう、これアイテムね、俺前回火の神殿越した時に俺これ忘れてきたみたいなんだよね。こわ、先に進まなくて、多分これこのまま帰ったんだよ前回よ。で、宝箱もこうやって雪月花手に入ってしまった。宝箱もね、何個か3つぐらい手に入るんじゃなかったかな。置いてあったんだよね、また来たら。なんかね、そう、ボス倒したやつに3つぐらいいつも出るんだけど、ないな、この上かな。だから全然進まなくてさ、どうすりゃ進めんのって。コアを渡す、いやコアないんだけどみたいな。どうした、積んだかと思ったけど、あの大切なものをなくした時って、あのジョーさんが拾ってきてくれるんだよね。それを知らなくて、まあ、とりあえず普通にやってて、たまたま話しかけたらくれました。アイテム雪月花だけなんだっけ。なんか いろいろと手に入ってるような気がしたけど、ちょっと待ってね。いやー、とりあえず水の神殿は越しましたね。あ、とりあえず今なかったって。やっぱりあれだよ、宝箱4つって書いてある。1234って書いてあるな。そう、4つぐらい手に入るかなと思ったんだけど、ないぞ。なんか各武器のルーンアビリティがここに4つあるみたいな書かれ方をしてたけど、また後日作ればいいのかな。なんか前も火の神殿越した時に終わった後はなかった気がするなと思って、また後日やってきたらあったんだよな。でも雪月花は普通にもあったもんな。雪月花高いんですよ、9000ぐらいでした。でエレナにあげなきゃいけないんだな。あ、明日イベント料理祭だって。で、そう、レシピを手に入れるのに有効度を上げなきゃいけなくて、防具がボナパルトさんで、防具っていうか、あの防具って頭とか体とかで分かれてるんですけど、ボナパルトさんとエレクトラか、ここら辺が多分4になるともう一個上の装備が作れるんで、防具が作れるんですよね。でタンドラを4にすると杖のレシピがもらえるっぽいんですよね。ああ、ツンドラこれ越してないから、これツンドラ受けちゃった方がいいね。今のところにツンドラいるんですよ。多分あれツンドラって名前だと思うんだけど。この辺はもう、あの、何回でも繰り返しできるやつなので。一回越しときゃいいよね。で、エレーナ探して、エレーナが龍泉洞にいる。
そう、それでね、ルームファクトリーオーシャンズまた、まあ、ちょこちょこやってたんだけど、最近気合い入れてもっとやろうと思って、たまにさ、いても、あ、ほら、こういうところにいたりするから。あと普通に当たってた。これでまた明日までね、これで多分行ける範囲が広がるんですよね。でボナパルトさんがワンチャン2になりそうだな。どこにいる？いいね。あ、いる。ルーンファクトリー4をね、プレステ4版出てたの知らなくて、あ、これかセンドラか。そこで話しながらやるか。木の栽培もしに行かないといけない。そう、やることが多くてさ、意外と進まなくてさ、動物とかの畑の方行っちゃうと一日にか、行動できる時間、これ結構時間経つの早くて、そう、行動できる時間がね、あんまりないんですよ。だからもう最近はそこら辺畑ガン無視でダンジョン攻略やってたんですけど、でスンドラがここら辺に出てくる変な幽霊みたいなやつ、あ、これ多分これ、だね、これだね。こいつがね、こいつが厄介でさ、ひるまないんだ。普通のね、やつらはさ、一発攻撃当てちゃえばいいんだけど、でも雪月花があるとやっぱり囲まれてる時にいいよな。うへ、オッケー、よいしょ。お、そうそうそう、戻った。そう、プレステ4でさ、ルーンファクトリー4プラスか、あれは名前忘れてたっけ、まあルーンファクトリー4が出ててさ、思わず買っちゃったんだけどさ、ルーンファクトリー5をやろうやろう思ってて買ってなくて、でもルーンファクトリー4も気になるなってなって、ルーンファクトリー4はやってて、一応シナリオクリアまではやってるんだよね。結婚はしてないんだけど、どうしようかなーって思ってたら、なんかプレステ4で出てるってのをなんか知らなくてさ、だったらプレステ4でさ、やっちゃえばさ、すぐシェアで腕の儀、これな、そうすると腕でいい腕輪が作れるか、これです。謎の古代文明の秘宝、ゴミじゃない、あらあら、ただのガラス。だからルーンファクトリーオーシャンズをある程度進めて4もねやってって、で多分でさ、ミネラルタウンの仲間たちもうプレス4で出てたから、これ待ってれば多分牧場の中でこれプレス4で出そうだなと思って、だからもう半年ぐらいすればさ、ルーファクトリー5出るんじゃないかなってプレステ4で、それ待とうかなって今思ってます。ミネラルタウンの仲間たちさ、どうしよう、プレステ4でやりたいんだけどさ、まあ、スイッチ版買っちゃったからさ、まあ、全然ね、進んでないから1年目の秋ぐらいだからやれるっちゃやれるんだけど、そしたらこのプレス、ね、スイッチ版の方がもったんないからさ、ちょっと考えちゃう。で、これ今腕の奥義が来たから、今雫のペンダントが50、もこもこのマフラーで、上質の毛皮がないのか、これ作れればまたちょっと強く防御が作れるんだよね。で、今頭がもこもこの帽子、これですね。これが多分今作れる中では一番防御力が高いかね。で、ペンダントは雫のペンダントになってるから、
モコモコのマフラーをつける毛糸玉ふわげふわげ、毛糸玉ふわげふわげが買えるから実質上質な毛皮だけ取れればいいので、上質な毛皮は多分あそこに出てくる狼みたいなやつがいるんでそれで多分取れるんですね。でブローチがダイヤモンドブローチなんだけど、防御力がね、なんだっけ、星ついてたじゃないですか、あれがハイクオリティかなんかで能力が上がるんですよね。でその能力上がったのが意外と強いんだよな。ここら辺でもプラス2でしょ、だから78防御力あるから、まあ、無理にここら辺作んなくてもいいのかなっていう感じ。だからチャンピオンベルトまでか、チャンピオンベルトに変えるとしたらこれに変える。で、スキル80なんだけど20マイナス20まで作れるから、あと14か、60までにすれば作れる可能性ができるので、で目押しで何回失敗しても大丈夫だから、料理はもう失敗作になっちゃうからダメだけど、何回でもチャレンジできるから、まあ作れるようなものなんですよね。腕が金の腕は今多分装備してるんだよな、だけど金の腕はってないんだよな、あないな、あれじゃあ極意じゃなくてその前の上級を俺持ってないのかな。そう今金の腕は装備してるんだけど、あれ確かねなんかもらったんだよな、クエストか中心展開か分かんないけど、多分それもらったやつをそのまま装備してるから、そうでもこの辺よりです、幸せの腕はリングシールド、セーラーの腕はだってもうプラチナでしょ、マジックリング、ここまで来ちゃうと結局プラチナないし魔力の結晶もないし、プラチナの腕輪か、これ作りたいな、窓をのぞく魔力の結晶がやっぱりまだ先なのか、でやっぱり装飾のレベルを上げていかないといけないな、そうだね。で武器がでも30分になりそうだな、エリアルブレイズ、あ待って双剣のレシピ持ってないんだ、じゃあダメだ、レシピ持ってなかったわ。今これだから84の天前天部を作れてるんだけど、そっか斧が作れるんだね、でもまあ持ってないよね、91攻撃力が高いけどワンドがそう弱いんだよね、430か、だから全然実用的じゃないんだよね、星降る杖ぐらいか唯一、でも魔力の結晶がないから、だったらもう早くパンダラの好感度上げてやっていくしかないかなって。でルーファクトリー4はさ、ああそう魔法はね、あのルーファクトリーオーシャンズって魔法は、杖依存らしくて、もうこれでウィンドロットだったらもう風しか出せない、炎しか出せない、水しか出せないみたいなんだけど、ルーファクトリー4って武器作った後に、合成って強化合成みたいなのができて、その時に入れた素材によって杖の魔法のためで 1,2,3 段階みたいなのがあるんだけど、そのためがね変わるからすごい好きなんですよ、株落としたりとかしてたから俺も。だから戦闘面とか考えるんだったら、まあ、ルーファクトリー4の方が面白いのかなって思ってるんですけど、まあ、オーシャンズしっかりやってからかなとも、まあ、思ってるんだけど、まあ、普通にルーファクトリーオーシャンズやりながらルーファクトリー4の実況も始めちゃってもいいのかなって個人的には思ってます。はい、じゃあお疲れ様でした。また次進展がありましたら録画していきたいなと思います。さよなら。